はい、皆さんこんにちは、岸田と申します。本日はユニコーンに乗って第9話の紐解き解説をしてまいります。もう来週最終回になるようでございますので、まあ、クライマックスに向けた、話が展開されましたけれども、前回の第8話の動画で私ですね、多分今回こういう話、今後こういう話になるんじゃないでしょうかって予想をしておりましたので、その予想について、ちょっと答え合わせをしていきたいと思います。まずこれ前回のまんまで当たったものと、多分こうなるだろうっていうのと間違えたのを斜線とかで整理したんですけども、まずこうはやっぱり父親の会社を助けるために、ドリームポニーを去りましたので、これ予想通りでございました。で、ただし、業務提携などで関係は続く。まあ、業務提携動向というのはなさそうではありますけれども、要は、関係は続いていく。なんていうか、有効な別れになると予想しておりましたので、まあ、ここも、まあ、一応、間接的には当たったのかなと。で、多分、今回これによって、サナとコウっていうのは、会社の二人ではなくなりましたので、社内恋愛っていう状況、恋愛をしても社内恋愛っていう状況にはなくなりましたので、多分、コウは当て馬とならずに、サナとくっつく、土壌は整ったのかなというふうに思いますので、まあ、それをちょっと期待する感じになりますよね。で、私羽田社長の買収提案断るかなと思ったんですけども、一度断った上で改めて考えて、承諾をするという形となりましたので、ここは外れました。で、羽田社長と小鳥さんがくっつくのかなってとこですけども、これはちょっとやっぱ期待したいですね。相変わらず期待していきたいなというふうに思うところでございます。まあ、もちろん、サナと小鳥さんのくっつく可能性はどうなのかって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、サナとコウが社内の人間じゃなくなって、社内恋愛じゃなくなるっていう土壌が整った以上は、サナと小鳥さんと関係はないのかなと。で、羽田社長と小鳥さんが相変わらず時折一緒にいますし、羽田社長の息子も小鳥さんに懐いているということを考えると、まあ、このくっつきっていうのが、規定路線かなと思いますし、全然そこは予想通りの結末になってもらうぐらいで、私としては嬉しいなというふうに思っておりますね。はい。で、このドラマですね、相変わらずこのウェブというか、ビジネス描写が本当ちゃんとしているなというふうに思って感心しちゃいました、今回に関しても。まあ、買収に対する正しい描写ですけれども、前回も私ちょっと説明させていただいたんですけれども、企業買収っていうのは、企業の事業ごと統合パターンだ。それこそ今回は取られませんでしたけれども、ドリームポニーの、まあ、スタディのあの、アプリに関して、その事業を買い取って、ドリームポニーって会社をなくして、事業部として会社の中に入れ込んでしまうっていう、こういう事業買収パターンっていうのも存在します。だから、そうすると、もし今回取られませんですけど、サナは、その事業の事業部長になるかもだけど、社長ではなくなる。ドリームポニーって会社はなくなるって形になります。で、一方で、買収して傘下で会社を存続させるという、展開もございます。なので、会社存続の下で事業をそのまますると。だから、資本力であるとか、技術力を惜しみなく使えて、もちろん上からの指示とか、売上目標とか課されたりはしますが、まあ、比較的、こう、より資本力のある中で、倒産に関しては、あんまり、びくつかなくて、事業をすることができるってことが、そういう M&A の方式ですよね。で、実際に羽田社長は後者で考えていて、実際そのようになりました。で、それに対して、私は多分そうなるだろうと踏んでたんですけれども、まあ、買収のイメージに関して、それこそドラマの中で、買収イコール、こう、非常にネガティブなイメージ、会社を乗っ取られる的なイメージを持っている人も、まあ、いるでしょうし、まあ、会社が存続しなくなるっていうイメージを持っている人もいるでしょう。そういった様々なイメージを持っている中で、当然やっぱり、社の人間は今回、一回ちょっとこう、分裂しそうになりました。なんだけども、それがこう明確に描かれた上で、そう悪いものではないんですよと。で、実際、買収して M&A する場合に関しても、羽田社長とサナが共同記者会見をして、まあ非常にこう、彼女自身を買っているってことを羽田社長が言ったりとかもしておりましたので、この辺非常に企業買収のいい面っていうのを示していたのはとても良かったのかなというふうに思いましたね。素晴らしい演出でございました。もちろんあれですよ、敵対的買収的なものであるとか、蓋を開けたらね、話がちげえじゃねえかっていう買収とかもそういうのもありますので、理想論だけでは語れない部分でもあるんですけども、今回はだから非常にいい面が、示されていたなというふうに思いましたね。で、一方で、このドラマを見ながら、まあ、最後のところでも言うんですけれども、非常にこのドリームポニーって会社は小さいながらに私としては非常に憧れるぐらいの風通しのいい組織だなというふうに思っていて、一方で今回は、コウの父親の会社が、まあ、非常に旧態依然の会社の現実性っていうのを示していて、現実世界でも結構こういう会社あるんだろうなというふうに思いましたね。まあ、旧態依然の会社、役所、学校もですね、
実はかなり多くあるというふうに思います。それこそ、この前ですね、フロッピーディスクを紛失じゃないのか、フロッピーディスクを、使っている、ほら、4600万の誤振り込みのあったんですかね。なんか、フロッピーディスクがうんたらかんたらみたいな経緯説明されておりましたけども、フロッピーディスクが良し悪しじゃなくて、普通に生きていればフロッピーディスク使わないですよ、普段。なので、未だにフロッピーディスクを使っているようなアナログですよね、正直言って。非常に古いテクノロジーを使っている、会社役所っていうのがあるのも事実ですし、私は学校の先生をされている、友人いますし、教育委員会にいる友人もおりますけれども、学校のパソコンの1台にしか、職員室のパソコン1台しかインターネットにつながっていないであるとか、リモートワークをするのに書面で申請をしなきゃいけないとか、なんかいろいろこう、アナログな部分っていうのはよく聞いておりますので、非常に旧態依然していると。で、デジタル化をした方がいいっていう、デジタル化した方がいいっていうその言葉は、上の方も、そのなんつうの、デジタル化なんかするなと思ってはないんだけども、デジタル化のそのデジタルリテラシーがもう人によって違いすぎるし、上の方の、ごめんなさい、全員が全員じゃないけども、教育の場で言うと、じいちゃんたちは、そのデジタルの意味が分かってないから、なんつうの、デジタル化した方がいいけど、どうしたらいいか分かんないから、よう分からんだったら今のまんまでいいだろうみたいな感じのことで思っちゃうと、だから悪い人じゃないけれども、完全に一周遅れてるような人が決裁者に多い、会社、役所、学校非常に多いだろうというふうに思いますね。はい。で、それを脱しない理由、脱さない理由っていうのが、都合のいい理由が、安全性のために、リスクを伴うからとか、確実性があるものしかできないということで、それの提案を拒否するっていうのは今回描写として示されていた、今回安全性、確実性というかセリフにありましたので、これね、あるんですよね。だから今回のこのドラマの中で言うと、河野お父さん、社長は、そのベンチャーがやっているセキュリティシステムに対して安全性がない、確実性がないってことを言っていたんですよ。なんですけれども、それは表面的な部分でしかない、表面的にベンチャーがやっているようなセキュリティ、ベンチャーがリリースしているようなセキュリティシステムを使うことはできないってその場で判断してしまってるんですよね。そのベンチャーのシステムがどれぐらい手が込んでいて、どういうふうな導入実績があって、それによってどういう効果が、その実際メリットがあるのかとかってところまで聞かない、表面的にアベンチャーがやってるものなのでっていうところで判断しているんですね。それが安全性確実性なんて、本当に安全性確実性を検証するまでに至ってないでそれを判断している現場非常に多いんじゃないかなというふうに思いますよね。私はね、こういうところで働いたことがほぼないので、でもね、非常にこうそういうのないよっていうのを、それこそ中学の同級生とかとたまに飲んだりすると、たまにこういう愚痴を聞くので、大変そうだなっていうふうに思いますね。一方でね、最近はこのネオ旧態依然っていうのも出てきているなと思いました。私はね、これちょこちょこ足を突っ込んでいて、たまにこう、どうすべきかなって悩むところはあるんですけども、意見を聞いたつもりでスルーするタイプなんですよ。だからなんか、ここですね、ベンチャーでも組織が大きすぎると、このネオ旧態依然になっているところがあると思っていて、何かこう新しいことをやろうとしたときに、今のやり方でも多分成長はしていくかとか、今のやり方が 100% 否定されるものではないから、その意見いいと思うけれども、このままやっていきましょうみたいな感じとかっていうのが、これね、ちょいちょい私はね、いろんな仕事で経験してきているので、この辺のもやつきっていうのを感じているので、なんかこの辺の対処法なんか私は今後考えていかなきゃなとは思うんですけれども、いろいろありますよね。旧態依然のこの会社というか、組織が動くためにはやっぱり、モチベーションだけとか熱意だけではうまくいかないところもあるし、これらを覆すことも社会人としての力ではありますので、こうは多分それを今後やっていくと思いますので、そのバイタリティは私も尊敬しつつ、現状私何かこう巨悪に立ち向かうような仕事は本業で何もしてないですけど、周り本当に素晴らしい方ばっかりなので、そういうことはしてないですけれども、何か今後そういうのに立ちはだかった時には、感情論だけでいかずに、それをどうやったらその巨悪というか動かない、この都合なんて言えばいいの、この旧態依然の状況っていうのをどうやったら覆せるかというそのプロセスをちゃんとね、ハウの部分を考えてバイタリティを持ってより社会人生活を歩んでいきたいななんてことを思いましたね。はい。で、最後に今週の学びと感想なんですけれども、トップのこうだっていう方向性、やっぱ爽快ですね。今回サナが結局私はこうしたいってことをやっぱ言って、それにもちろん間違ってることもあったら周りはノーと言うかもしれないけれども、でもトップのこうだっていうのが説得力があって、その人のことを
心の底から信用もちろんできていれば、非常にやっぱりそれってのはこれでこそ社長だよな、これでこそ上長だよなと思うので、まあ、その方向性で、ね、非常に爽快だなというふうに思いました。でまた小鳥さんみたいなやっぱ新しい風超有益ですよね。私ねどうしてもなんか年上の方と仕事することがねなんだろうねずっとなんですよ。あの映画メディアの時は故意的に年下の方々をいっぱい抜擢して編集部とか作ってましたけれども、あの結局今も多分今そうだね、今年上の方ばっかと仕事してますよね。でも20代後半の時からなんだろう編集長になっても周りは年上ばっかりで、今編集長やってないですけれども今も年上ばっかりですよね、うん、年上ばっかりですね、一緒に仕事してることなんかね年上と仕事することが多いんですけれども、だから年上の方、年上上長、年上部下を私経験したことがあるんですけれども、まあなんか年齢関係ないじゃ関係ないんですけども、小鳥さんみたいに年上だけれども尊敬でき、年上だから経験値は変えるし、だけど部下だからこう支持するところもあるっていう、ちょっと矛盾というか違和感も感じるところあるんだけども、だからね、小鳥さんみたいに新しいものを吸収できて若々しさもある年上部下っていうのはすごいいいので、なんかこういう新しい風っていうのを私もたまに今までも経験してきたので、年上の方とかで。なんか、わかります。すごい超有益だなって思いましたね。例えば、ジローちゃんみたいな人も必要ですよね。ムードメーカーであり、創業者の、まあ、コート・サナが一応実質主人公みたいな感じですけれども、なんかジローちゃんみたいな熱い人、時にはノーと毅然と言える人っていうのも、非常に熱い人もいいですよね。で、あと、コウが自分の夢をちゃんと持って、今回、会社を去るってことになって、寂しいことではありますけれども、まあ、その時その時の自分の使命感っていうものを生きているプロセスの中で、考えて別のステージに行くってことはいいことなのかなと。まあ今のこの時代も終身雇用とかっていう時代ではございませんのでね、非常にいいことだなというふうに思いましたね。はい。であとは組織の風通しの良さには非常に憧れますね。やっぱ前編集長やってる時とかに、まあ上の人の意見が上って、編集長って経営者じゃないからさ、上に経営者であるとか部署責任者で別にいて、そこの折り合いがうまくいかない時期とかもありましたので、まあ組織の風通しの良さ、まあ、はつらつとノーも言えて雑談もできてっていう感じっていうのは憧れますね。これなんかだから今までのどこっていうのもありますけれども、あの良くも悪くも今もうフルリモートの仕事で同じその空気を吸いながら仕事をするってことがすごく減ってしまっているので、まあ、コロナもあってってことなんで、会社が悪いとか今の仕事が悪いとかそういう意味じゃなくてね、そういう状況なので、うん、なんかね、またまあまあコロナもまあ弱毒になってきたと言いますけれども、なかなか大人数でワイワイ気軽に飲み行こうぜっていう時代ではないのでね、なんか改めてこのリアルコミュニケーションっていうのに憧れている自分がおりますね。これは多分今の仕事を辞めるとか辞めないとかって話じゃなくて、まあコロナが落ち着いた暁でまたリアルでコミュニケーション取れる日が来たらいいなっていう夢を見続ける感じになるかなというふうに思いますね。はい、以上でございます。とにかく、まあ、ある程度規定路線というか予想通りな展開になりましたので、ぜひ私としては来週ですね、まあ、サナとコウがくっつき、花田社長と小鳥さんがくっつくというのを夢見て、最終回目撃したいと思いますので、それを夢見て1週間待ちたいと思います。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。